にちは、キャブ旅です。では今日はお家に届いたこのリタイムさんの商品をご紹介したいと思います。 51.2V の 100A 2台でございます。では 51.2V の開封の儀を始めたいと思います。はい、おります。おー、立派ですね。 51.2V100Ah。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのご紹介です。こちら 51.2V100Ah になります。幅 520mm、 高さ 220mm、 奥行き 269mm、 重量 36kg、保存温度マイナス10度から50度、充電温度0度から50度、放電温度マイナス20度から60度、品質保証5年、4000回以上のサイクルで10年以上の寿命、 BMS によりバッテリーを過電流、過充電、過放電、短絡、過熱から保護。製品マニュアルを今からご紹介いたします。こちら製品概要がございまして、めくっていきますと注意事項や警告、それから目次、バッテリーパック主なパラメータ、使用前の注意事項、充電方法、バッテリー残量の推定方法やケーブルの推奨サイズ、並列接続、このように図解もあります。こちらもね、図がこうきちんと書いてございます。バッテリーが動かないときどうしますかと、このように15ページにわたってマニュアルが書かれております。バッテリー並列接続。バッテリーを並列接続するためには以下の条件を満たす必要があります。 1. 容量と BMS の同じバッテリー、 2. 同じブランド、 3. 近い時期に購入、1ヶ月以内。直列接続は禁止されています。並列は最大4台接続することができます。 48V、51.2V、 400Ah のバッテリーシステムになります。これからバッテリーにケーブルを接続するので絶縁手袋をはめました。ではこちら上にあるこの白ポッチ君を取りたいと思います。ポチもう一つ、パパパパ、こちらは付属品となります。バッテリーにケーブルを接続するときに火花が散らないために抵抗を買いました。プラスの方から接続をいたします。ちょっとね、ここ暗いんでね、あ、よいしょ、ある程度手で回していきます。よいしょよいしょ、こんな感じで。では、きつく締めます。お、いけてますね。お、いけてますね。はい。見て、いけないです。最後に、上にかぶせます。よいしょ。これで完了です。マイナスは、接続前に抵抗を使用します。よし、できたので、すぐに、取り付けます。では先ほどと同じようにきつく締めます。はい、これで外れません。かぶせます。では充電します。故障コード 58BMS 通信障害が表示されているため、設定パラメータの 32BMS 通信インターフェースを SLA-BMS との通信を行わないに変更します。デフォルトは
485RS485 ポート通信を有効にします。他に CAN ポート通信を有効にしますがありますが、この装置では利用できません。設定をします。上ボタンと下ボタンで設定コードを選択します。32までで確定。こちら SLA にしまして確定をします。で設定、設定パラメータの28最大 AC 充電電流、設定範囲0から40アンペアを推奨充電電流である20アンペアに変更します。家庭用 AC コンセントは 100V 15 アンペアのため 1500W が限度となります。設定パラメータの05グリッド電流からバッテリーへがデフォルト 54.4V で、最大 AC 充電電流がデフォルトの 40A だと 54.4V×40A イコール 2176W となり、ブレーカーが落ちます。最大 AC 充電電流を 20A に変更すると 54.4V×20A イコール 1088W となり、ブレーカーは落ちません。なるほど。設定28まで確定で、下に下げて20までで確定。設定、電源をオンにします。充電が緑色で点滅していると充電中です。インプットバット、入力バッテリー A、 バッテリーの入力電流は先ほど設定した 20A となっています。インプットバット、入力バッテリー kW、 バッテリーの入力電力は 1.08kW、 1080W となっています。約3時間ほどでフル充電できました。おー、マイナスから、それでは解除していきます。ではうん、今度はプラスも抜きます。よいしょ、うっそー。2台目も約3時間ほどでフル充電しました。こちらはバスバーになります。こちらが黒のマイナス、こちらが赤のプラスになります。では開けていきましょう。ではこちらの黒の方からいきますね。結構ね、キッチキチに入っておりますよ。キッチキチに。よいしょ。こんな感じで、立派な 300A、DC48V。はい、こちらになります。もう一つの、こちらの赤い、おーです。開けますね。こちらも、パスは赤くわかりやすく、同じ300。アンペアになっております。袋から取り出します。結構重みがあります。ではネジを緩めて全部開けていきます。ではオープン。おお、さらにこんな感じになって、付属品のネジも入っております。コードをセッティングしていきます。あららら、このね、下のも取って、これね、ここに入れて、これ入れて、はい、ここ回す、はい、シュ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 、よいしょ。スパナでしっかり締めました。ちょっと、まあ、ちょっと後で。で、今度はこちらです。これですね、こちらをここに入れます。よいしょ、こんな感じになりました。こちらを下に下げて、このようにかぶせます。しっかりと止めていきます。こちらのマイナスの方も、セッティング終了いたしました。ではこちらに接続します。手で回せるところまで全部いきます。
で先ほど手を締めていきます。これで十分締まりましたので、キャップをしときます。2台目にもケーブルを接続しました。はい、マイナスのケーブルも接続して12時間から24時間放置します。バッテリー間の電圧差を少なくしてバッテリーシステムの性能を最大限に発揮させることができます。外していきます。外していきます。左端に止めていきます。蓋をしてネジを締めます。プラス側の接続は完了です。マイナス側も接続します。蓋を外します。ケーブルを接続します。ハイブリッドインバーターへの接続が完了しました。複数のバッテリーを接続する場合は6ヶ月後電圧ばらつきが出る可能性があるため、おのおのをフル充電してバランス調整が必要です。なるほど。ハイブリッドインバーターからバスバーの間、バッテリーからバスバーの間にブレーカーを設置してバランス調整できるようにする必要があります。 48V バッテリーは 12V バッテリーに比べて電流量が少なく配線を細くでき発熱を抑えることができます。 48V バッテリーを 12V 製品と接続する場合は高圧コンバーターを使用して、 12V の走行充電器を使用する場合は小圧コンバーターを使用します。なるほど。本日はここまで。次回はハイブリッドインバーターの充電モードについてご紹介します。はいはい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。